今回はこの組み立て式小物収納ボックス、200円結構重いです。ダイソーさんで買いました。ちょうどあの私が普段使っている机の上のちょっと小物をしまいたかったのでちょうどいいなと思って買いました。最初なんじゃと思ったんですけど、なんかゴムみたいですね。ゴム、輪っか、はい。ではちょっと作ってみようかなと思います。はい。超細かい。これもこれも全部形違いますね。こんなねパーツちょっと並べていこう。これゴムが、ゴム硬い、硬いですね、硬いです。このゴムがねなくなっちゃいかんから、何個あんね。ちょっとこう置いていって10個、何これ16個、うん、ここがこうくるんだろうね。でまた違うやつ、うん、うん。ででかい、またちょっと違うね。あ、これもこれも違うな、結構違うな。これが一番下ですね。多分ね。あららら。これが一番。もう、どうしようかな。この図通りに行くと、やな。自分の方に向くようにしないと。こうかな。え？あ、これ、そうか。裏表やから。こうだね。で、2番。2番がね。2番がこれ。これっぽい。これを、で、この図から行くと、ここやな。ここやな。で、これ、使用方向っつってあるから、ここにね、向かんように、こう、輪っか、入れていくんでしょうけど、ん？ちょっと待って。勝たない？勝たない？ちょっと勝たない？ちょっと難しない？あ、不器用じゃこれ、不器用じゃ。今入るか。いきなり難しいやんけ。こうか、こうしてね。ちょっとあのここのね、突っ込んだとこに輪ゴムが入るようにしないと。あれだからこうだね。中途半端だとクルンって外れちゃうんで怖い。はい、それでいきなり大変だぞ。結構ね、指使わねえ、これ痛いね。4番。じゃあ、3番？あ、3番、3番。3番って言ったら、この、そうそうそう、この3つ丸いのあるんやけど、これちょっと違う。こっちとこっちじゃね。ちょっと違う、この、これを、まあ、この台の真ん中に、真ん中っすね。ここっすね。わー、2箇所あるわ。え？あ、反対。なんかおかしいのもだ。この、ちゃんとね、合うようになってるね。この長さが違うから。差し込みのね、に。ちょっと、音をやってる余裕はないけど、一応、ちょっと挟みながら。そっかね。あ、ちょっと待って。え？あ、これは多分もしかしてこれ入れたら、ちょっとあの、きっちりなんで、こっちはゴムしなくていいらしいね。いいらしいね。ただこっちやな。問題はこっちやな。問題この底のとこやな。これはちょっと
片手で、おいしょ、おいしょ、よし、あー、いかん、失敗や、失敗失敗失敗、よしよし、こうだ、こうか、よし、入ったかな、よし、入った、はい、抜かないでね、抜かないでくださいよ、ね、そんで、4、4ってこれ、これも1個しかなかったな、4、これやな、これが、あ、もうこれ見たわかるな。ここにつくんやけどもね、こうやろね。こうやね。はい、こうですね。あら、ちょっと待って。ちいち不器用ですね、これ。あ、ちょっと待って。ちょっとそろそろもういろんな板が組み合わせてきて、ざっくりと入らなく、入りにくくなってきてる。ね、きっちり入れないと、あ、ちょっと、うまく入ってない。いいかな。まあ、ここは外れてもまだね、うん、止まってないからね。はい。この方にね、ここね。またあれでしょ？ゴムでしょ？ゴム。輪ゴム入れなきゃ。輪ゴム入れなきゃ。よし、ちょっと押さえて。あっ！ちょっと難しいな、これ。いちいち難しいな。こうして、これだとね、外れるよな。あっ！あっ！よし。よし。皆さん、大丈夫ですよ。これ、不器用な私でもね、できますから。不器用です。やっぱり。はい。だいぶね、できてきました。木くずがね。で、5番。これか。ちょっとこれ似てるけど、全然違うっつうね。このちょっと広い方。これ、O。これ、O ですね。え？あ、ここか。え？この今入れた、え？ん？合ってんの？合ってんの？あ、ここで、こっちがそこだってことを忘れないようにしないけどね。5番が、え？合う？合ってる？ 5 番、ここや。ここやね。ここやね。だんだん難しくなってきた、ちょっと。難しいか、これ。はい、ここです。ね。こっちはもう、ゴムしないとこね。これまた、そこにゴムしていかないと。ゴムゴム。ゴム。ね、輪ゴムそうそう慣れなさいっていう。あ、ちょっと今これちょっと難しいな。ああ待ってね、下手やな、下手やな。ここを誰かに押さえてもらいたいんだけど、あー難しい。あー引っ込むやん、引っ込むよ。ここがこうして、あ、いかん、これ出るか、これ止まるか。ちょっとよく出してね、しっかりとここでね、ちょっと爪でね、あーって元までやらないと抜ける可能性があるわ。なんか置いてて抜けへんのかな。ちょっともうちょっとねあると助かるけど、あ、もう作るのに一生懸命ね。6、これさっきのちょっとちっちゃいバーが今の分の5番の前に入りますと。ん？いいの？うん、いいんだ、いいんだ。ここにね、来るんですね。ここに来るんですね。またここも、ここもちょっと輪ゴム、これも押さえた状態で。ね、これがちょっとね、よし、よし、うまくいったかな？よし、いったかな？うん、うん。いった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 。ね、なんとかいけてるぞ。うん。なんとかいけてるぞ。いけてるぞ。7、7、7。来ますね。横が来ますね。あ、これ全部違うんだ。ほら。一緒か思ったら穴が違うわ。ねえ。ちゃんと全部、ほぼ全部違うんや。全部違うんか、これ。ああ、1枚目一緒のないんだ。今気がついたけど。で、これを、今ごちゃごちゃつけてきた方に、もうセットしますな。あら。できる？これね、いろんな穴が噛みようから、ちょっと。まず、そこを入れて、あ、もう入った、入った、入った、そこ入ってます。これ、ガッと入っちゃう、これ。うまくできてるね。ねえ、うまくできてるんだけど、私がこれ。はいはい。はい。こんな感じだね。そうそう、これで、そこをね、ここをね、固めよう。ガッチリとね、輪ゴムで。うん。ちょっと、見えませんよ。
やー、ここがちょっと怖いな。よし、しっかりと。ね。はい。もう一個。もう一個。ね。よいしょ。結構これ、指先使うよ。指先。痛いよ。ちょっと痛くなってきた。うん。あ、大変だ。爪が。爪ちょっと。大変大変。爪はいるんだけど、これ。ね。そう、この先爪いるんだけど、爪伸びてちょっとひびが入ってきて、乾燥しちゃった。あ、痛い痛い痛い。痛い痛い。気をつけてね。皆さん、これをこういうの作るときは、爪をね、切りすぎても作業できないし、あったらちょっとひび割れる。うん、まあいや。よくないけど、8番。8番ってね。うん、8番。これですね、8番。お、どこ？どこ？7入れて、8、え？ 8？ え？ 8、9。あ、横する前にこっちが先な。こっちが先な。これで大丈夫？これでちょっと、あ、止まるね。うん。輪ゴム線とかやけど止まるね。で、9番です。ね、こっち側のね。こりゃいいわ。こりゃいいわ。すっかりタッピングとか忘れてますけどね。作るんし。あ、割と、勝ち入りました、これ。いい感じだわ、これ。タッピングとか、はい、ゴム製や。止めましょうか。ね。このね、底を止めないといけない。底を止めないといけない。また先に出しようかな。こうやって。あ、でも、輪ゴムまだいっぱいあるんだけど。よいしょ。なんか結構しっかり止まる、ここはね。ここがよく出てるから。はい。よいしょ。はい。でですよ。でですよ。これでいいの？輪ゴムどうなったのこれ。え？あ、まだ最終的に、この、10番、来ました。ラスボスです。はい、ラスボス来た。これを、まあ、これですね。そこじゃなくて、後ろなんです。あ、そうかそうか。ここにもね、入れ物が、ここにも入れ物になるからね。これは、後ろです。後ろです。これ、左右対称だから、ね、左右対称なんで、ここはこう、ちょっと、どっちの柄がいいかなと。ね。どっちがいいかな。こっちにしようか。はい。外に来る方がどっちか選んで、はい、ここです。ね、入った入った、はい、あ、なんか片方が、片方入ってねえじゃん。よし、ね。はい、これ5箇所、かち割りました。ね、いいな、これ。5箇所入った。これで、あとはもう輪ゴムを止めていったら、だけど、ちょっとな、やり方的には、こうかな。あ、引っ込む。こうしよっかな。こうしよっかな。ちょっとここ、意外と難しいぞ。はい、入ったかな。うん、一箇所入った。一番、こっち側から止めていくかな。ね、一番、あ、止めにくい。止めにくい。よし、入った入った。ね。この辺止めたらちょっと、あと楽かな。楽っつってもね、この硬いゴム。伸ばさねばならないのは変わりないんやけど。よいしょ。声で、声で、声で。よし。あと2個、あと2個。あともうちょっとの辛抱だ。この輪ゴム入れるのが結構、あれかな？結構しんどいかな。あれ？ 1 個余らへん？余らへん？ 1 個余ってね。あれ？どっかあれなんかな？予備かな？予備かな？すごいこと言ってるけど。よいしょ。はい、入ったね。よし、これで。これで目につくところは全部ね、入ってると思うんやけど、あとはこれ、輪ゴムつけないところはもうカチッとね、入っとるから。できたよ、はあ、すごい。ね、結構しっかりしてるよ、これ。すごい。私さっき木くずっつってたけど、木くずじゃないの、これ。プリント紙。これ紙なんですね。紙なんですよ。うん。紙。なんか、まあもともと木も、
髪も木からできてんだけど、ほんまに木のようなね、もう木のような感じですよ、ほんと。うん、これはいい。うん、いいね。ちょっとなんか、なんか入れてみよう。入れてみよう。うん。はいはい。あんまり意外となかったけど。ね。こういう、クリップ、クリップ。クリップなんかは、どこに止めようかな。クリップはこれ止めといた方がいいんかな。このままとかね。こうとかね。で、ペンですな。ペンこの細いところ。で、こちらが、私の大好きなアーモンドチョコレートが入っております。アーモンドチョコレート。これです。アーモンドチョコレート。最近ハマってるんでしょ？アーモンドチョコレートね。うん、アーモンドチョコレート。うん。うん。うまいうまい。うん。アーモンドチョコレート。うん。ね。今回はね、シリア様で売ってた、ウィリアム・モリスのデザインのおしゃれな缶です。これ入らんな。実はね、ここには、この、私が愛用してる、まあ、中身に入ってるんですけどね、この愛用してる毛玉取りをね、ここに置きたかったんですよ。うん。それとコードね、充電するやつね。これをね、まあ、これはここでもいいかな。まあ、ここでもいいんだけど。うん。ね、あんま使う。これ置けるんだ。これ置けるん。うん。まだいろいろ入れてもいいんだけどね。うん、感じでね。ね。うん、うん。うん。うん。これでも。うん、うん。はい。では、これね、100円で、ダイソーさんで200円で売ってる。他にもいろいろあってんですよ。もっとね、ちっちゃいやつと、この半分ぐらいの大きさのものとか、何種類あったか忘れたけど、これ一番大きかったと思う。うん。あと、タブレットの、なんかタブレットがノーパソかなんか置くような台のやつもあって、うん。それは作るやつじゃなかったんだけども、うん。いろいろありましたんで、ぜひ皆さん、面白そうだなと思ったら、見てみてください。なんかね、ゴム2つ余ってますけどね。これは、この動画が面白いと思ってくれたら、いいねボタン、そして、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、見てくれてありがとうございました。またね。